坂井良介天保八年九月二十二日は、江戸時代後期の武士、直進陰流藤川派の剣術家。名は、良介とも。前名は素敵地、意味名は、盛大。完成四年、高田藩の江戸詰藩士、坂井総衛門の次男として、高田藩江戸藩邸で生まれる。直進陰流の藤川法八郎に入門するが、法八郎は余裕より一歳年上で当時は、 まだ若すぎるので、実際の指導は、法八郎を貢献していた赤石軍事兵衛がしたと考えられる。ただ、良介の免許改伝は、法八郎の名前で出されたと思われる。文政三年、すでに藩に出資していた兄とは別に、高田藩に出資し、小石川立喜び橋に道場を開いた。門人は数百人に達したという。当時の藤川門では、 藤川宝八郎、坂井良介、井上伝兵衛の三人が優れていたが、三人の中で、良介が、最も卓越していたという。また、藤川八八郎、井上伝兵衛と共に、藤川門の三馬ガラスの一人にも挙げられている。25歳頃、儒学者、大田金城が、神道無念流の秋山陽介の権威を褒めちぎった、時に、 近所の講義を聞くためその場にいた凌介がそれに反論したため、近所の仲介で秋山洋介と試合をすることになった。結果は5本勝負で凌介が3本先取したので試合はそれまでとなったとも、凌介の4勝1敗ともされるが、いずれにせよ凌介が勝った。敗れた秋山洋介も、もし自分が若かったとしても5分に戦えなかったと、称賛したという。 この試合以後、良介に入門する者がさらに増え、上ずでも巡回指導をするようになった。ある時、さってし近くに住んでいた、相撲取りで、戸賀崎熊太郎の弟子のマンゴロに試合を申し込まれ、これに勝った。これにより良介は、上ずで天狗のように思われて尊敬されるようになったという。天保八年九月二十二日、四十六歳で、病没した。義富寺に葬られる。 幕末に、新睦隊を結成し、新政府軍と戦った、坂井良佐は、良介の孫ともこともされる。まじまいさを、全国初犯、剣豪人、名辞典 P166, 高田氏第一巻、P515, 綿谷幸、漢本日本武芸商殿 P412, ありがとうございます。